やあ、はじめまして。僕はプロセカペンギン。これからプロセカの遊び方を説明していくよ。まずはタンノーツ。タイミングに合わせてノーツをタップしよう。それじゃあ実際にやってみよう。レッツトライ。オッケー。次はホールド。ラインに沿って終点までタッチ。それじゃあ実際にやってみよう。レッツトライ。ねえ、簡単でしょ。次はちょっと難しいよ。そのフリック、この赤いノーツが判定ラインに重なったら、上か左か右か360度どこでもいいからフリックしてみよう。それじゃあ実際にやってみよう。レッツトライ。オッケー。最後はクリティカルノーツ。このクリティカルノーツを踏んだらスコアが上がるよ。それじゃあ実際にやってみよう。レッツトライ。お疲れ様。これでチュートリアルは終わりだよ。次は本番、頑張っていこう。手を塞いでいたとしても